中目黒金ケロシアターは東京都目黒区青葉台に所在する劇場。俳優の相川金也が建てた劇場である。劇場名は相川の金金、妻の内海緑のケロンパという夫婦のニックネームから取られている。相川は芝居をやりたい後輩のために芝居小屋を建設したいという夢を持っており、バブル崩壊直後に劇場建設用として、 現在の土地を購入していた。その後、相川は2000年に劇団金金塾を結成し舞台公演や自主映画の制作を始めたが、劇場の閉鎖が相次いでいた時期であり、上演の場所探しに苦労したことから、自分の夢の実現の後期として劇場建設を決意。妻の内海にも少し出資してもらい、総工費7000万円ほどを自前で調達した。オープン後は、 劇団近近塾のホーム劇場や相川の自主映画公開の場としてのほか、歌詞劇場としても運用している。相川の亡き後も存続し、現在も中小劇団やお笑い芸人の公演場所として頻繁に使われている。また、2017年からスタートした女芸人ナンバーワン決定戦ザ・ W では1回戦と2回戦の東京会場として使用されている。 敷地面積4778平方メートル2階建て客席数133の施設であり、役者、スタッフ、観客のすべての人が快適に過ごせる劇場という相川のこだわりが詰まったものとなっている。公式サイトアクセスを参照公式サイト地図では、東急バス、東山一丁目バス停にも近い、東京中日スポーツ2009年3月17日分、記事より、 ありがとうございます。